なぜそのこの本当にダムを推進して、強行しようとしている方はほんの一部一握りの人に過ぎないということを強く訴えたいと思います。最上町民、私は最上町民でございます。18年間ふるさとに帰りましてこの問題を見続けてまいりました。今日の行動も私がやむにやまれずに参加した行動でございまして、最上町の住民で最上町の一町民として高島明と申しますけれども、この行動がどうしても私は参加しなければいけないというやむにやまれぬ気持ちから参加いたしました。それでは元山田教授で、この川の専門家でもある川原先生に、主張していただきたいと思います。ご拝聴お願いしたいと思います。はい、それでは桑原先生。赤倉地区の水害はダムでは防げません。赤倉地区の内水被害を防ぐためには河川改修が必要です。河川改修をすればダムはいりません。そのダムを作りたい、そのダムによって利益を受けるのはダム村の人たちです。終わり。河川工学の桑原先生から一言いただきました。今日は一番川のことをよく知っている小国川漁協のからもいらしていただいてますので一言いただきたいと思います。このダム予定地の上に倒木は何本あるんでしょう。数え切れないほどあります。それを除去するためにどれだけの金がかかるのか皆さん考えたことありますか。さあその後どうなるんでしょう。30年40年後の将来のことを考えたことありますか。あなたたちの子供たちにその月は回っていきます。ダムの底の流木を片付けるのはどれほど大変なものか考えたことはありますか。一度考えていてください。以上です。お次、おはようございます。最上小国川の清流守る会の高桑でございます。私は16年間新城北港、最上港、向間地分港に勤務いたしました。非常に小国川に親しんでいる最上町の方々の姿を目にして本当に微笑ましく思っておりました。ところがダムを作るっていうお話が出てきまして、最初は元前町長の中村仁さんでございました。貯留型多目的ダムを作ってボートを浮かべて桜の木を植えて観光地化するっていう発想でありました。それから約20年経ってますけども、先ほど高島さんからも話がありましたが穴あきダムに変わっております。穴あきダムは自然に優しいという宣伝のもとで最上町の町民の方々は賛成の方に急遽変わってきたと思います。ただ穴あきダムっていうのはどういうのかっていうのはまだまだ学問的には解明されておりません。果たして本当に小国川の清い流れを傷つけないでしょうか。私どもは非常に心配しております。学者の方々からもそれは非常に危ないというお話もいただいております。先ほどもありましたが赤倉温泉地区の内水被害、内水氾濫は稼働改修で十分可能である。県の資料を見ましてもそのことがはっきりしております。
ただ式典にご参加の皆様に心から訴えますけども、これからダムを見直す、ダムに反対する、ダム見直しにカーブを切るというのは非常に難しいかと思います。今までの経過がございますので、なかなか難しいかと思いますけども、ここで子々孫々のためにもぜひお考えいただきたい。式典会場にお集まりの皆様、町の町長さんもはじめ議員さん関係の皆様に心から訴えます。よろしくお願いします。清流を守る会の長男と言います。穴あきダムについて話したいと思います。今高桑さんもおっしゃいましたが、穴あきダムに途中で変わりました。でいかにも穴あきダムは問題が少ないように言われていますが、これは大きな間違いです。普段水が少ないときは確かにちょろちょろと水が流れているかもしれません。しかしいざ雨が降って水が増えると、穴あきダムにも当然水が溜まります。そうするとその溜まった水は、その上流部に水が溜まった部分の木を枯らしてしまいます。そこにいる生き物にも大きな影響があります。そういうことを全然無視して、水が少ない時の状況だけを想像させて問題がないというふうに思わせています。それから穴あきダムの底の部分、水が流れるところは決して砂利がそのまんま続いているわけではありません。今までできた穴あきダムを見てみると、そこにはちゃんとコンクリートの水路があります。そしてコンクリートのプールもあります。そうしなければ今の技術では洪水が起こったときに土砂が流れるのを止めることはできないわけです。ですからコンクリートの水路、プールがあって、清流がそのまま続いている、そういう状態ではありません。ここにはハナカジカとかいろいろな、そういう貴重な生き物もたくさんいるところですけども、そういう水が溜まったらハナカジカは泳げるから、上に行くから大丈夫だ、そういうことが言われています。全く無茶苦茶な論理でダム工事が進められようとしている、これに憤りを覚えます。もう一つ、費用の問題があります。ダムはいずれ壊さなければいけません。壊すためにも非常に多くの金がかかります。今熊本で荒瀬ダムを撤去する工事が始まっていますけども、ダムを撤去して壊して撤去するだけでも80億円のお金がかかります。そういったお金は全然その考えられないで工事が進められようとしています。ですからダムの方が お金がかからないという県の主張は全くもっておかしい、そういう工事が今進められようとしている最上オンエアダムの穴あきダムです。すぐ工事をやめることを要請します。終わります。はい、はい、
私は小原川から参りました斉藤と申します。こう言いますと心の中ではよそ者が何を言ってるんだとお考えの皆さんもいらっしゃるかと思いますが、小原川と最上町は隣同士でございます。このダムの建設のために37ヘクタールもの森林が伐採されれば、そこに住んでいる猿がそこの場所を追い出されて、今小原沢では猿による食害が非常に発生しておりまして、住民は困っております。それは最上町の皆さんも同じだと思います。ダムの建設によって森林を伐採すれば、今一歩に猿による食害が地域の皆さんに重く負担としてのしかかってまいります。ダムを作っていいことなんか何一つありません。皆さんが苦労するだけです。こういうお金の無駄遣いはやめて、一から地域の住民のためになるような皆さんで考えていってはいただけないでしょうか。以上です。ありがとうございます。山形県議会議員の北島真一です。この問題、私は2003年ぐらいから関わり始めました。当時、小委員会というのが行われておりましたが、ほとんどがダム推進のことしか言わない、その中で小国川漁協の沼澤さんが奮闘されておられたことを思い出します。果たしてこの清流、全国屈指の清流と言われ、年間3万人もの方々が鮎釣りにいらっしゃる、その代わり本当にダムを作っていいんでしょうか。今日本のほとんどの川がダムで環境破壊されております。だからこの川に全国から人がやってくる、それは船形町や最上町の交流人口をしっかりと増やしてきたと思います。鮎釣りに来られる方が船形町や最上町の温泉旅館に泊まられてるんではないでしょうか。そうした方々はもしこの川にダムができたら足を運ばなくなります。近畿大の試算によれば、年間22億円もの経済効果を鮎釣りに来る人だけで経済効果を流域にもたらしている。もし環境が破壊され鮎が取れなくなると、年間10億円ずつ損失になる、10年で100億円の損失になる。この結果をしっかりと県は踏まえて検討しておりません。赤倉温泉、戦後最大の水害は赤倉温泉地域内約40件です。その40件の旅館、それも今川にせり出している旅館もある、どう見ても川の中に立ってるんじゃないかと見られる、それは河川工学者の方が指摘をしておられます。そして土砂がしっかりとその流域に溜まっている、その土砂を取り除くことなしに上流にダムを作ればいい、それは治水でも何でもありません。ただただ河川管理者の不手際を全国に見せるだけです。こんな恥ずかしいことをしてはいけません。未来に私たちはこの流域の未来しっかりと発展させるものにしたい、そんな思いで私たちはここに立っています。その発展の方策はこの清流を生かすことではないですか。全国から3万人来る鮎釣りの人たち、その方々が親子で来れるような仕組みを作ることではないですか。ユネスコエコパークも夢ではない。この地域、今ダムを作ったら全く全てが台無しになるんです。子どもたちに恥ずかしくないですか。流域の人たちが本音でものを言えない、そういうとこことになっています。流域の人たち本音で言うと、やっぱりこんなダムなんか作ってほしくないんだ、そんな方々がたくさんいらっしゃる。その声に政治は耳を傾けないといけないんじゃないですか。未来を私たちは握っている。目先の利益で未来の子どもたちの未来を本当に奪うことをやめていただけませんか。未来の本当に発展のためにはダムなど必要ありません。持続可能といえるサステナブルな
町、そのニュース、そこにはダムという選択肢はありません。この清流を生かし、森を再生させ、森里川海の循環を再生させる、そこにはユネスコエコパークも無理ではありません。新しい発想の街づくりが必要なんじゃないですか。40年前の発想でダムが来たら地域は潤うんですか。そんなところは全国で破綻してるんですよ。私の鶴岡、ガスタンダムができて、できた後に流域の旅館が2つ潰れました。持続不可能なんですよ、こういう経済は。本当にこの地域、流域、素晴らしい資源を持っている。森ももっともっと再生させることができる。バイオマスの取り組みも非常に立派だと思います。サステナブルな、本当にサステナブルな、持続可能な地域を目指すなら、ぜひ清流を守ってください。この最上小国川という川、全国の人たちが注目しています。全国の人たちがここを訪れて幸せを感じる川じゃないですか。その川を私たちは今失おうとしている。子供たちの未来を奪わないでください。子供たちの未来を破壊しないでください。ここにいる花カジカや鮎を求めて、そしてこのこれから紅葉する素晴らしい景観を求めて全国から人がやってくる、その人たちの思いというものをもう一回考えてください。この地域から新しい街づくりが始まることを私は記念をしております。ダムに寄らない、それこそユネスコエコパークを目指した、森里川海の循環をダムのないこの小国川から作り出していただきたい、そういう思いでみんなここに集まっているんです。素晴らしい地域資源がある。今熊本ではダム撤去の時代なんですよ。ダム撤去させて川を再生する時代なんですよ。その時代に山形、恥ずかしくないですか。こんな時代に、すでにダムの時代は終わってるのに、穴あきダムは環境に優しいとか何の根拠もないことを取り上げて今やろうとしています。私たちはそれは絶対許せない。それも漁協の了承を取らずに強行するのは絶対許せない。そんな思いでこの場に集まっています。地域の本当の発展のためには新しい発想、新しい転換が必要なんです。 3.11 の教訓としても、ダムに寄らない、どんな洪水にも耐えうる治水というのはダムに寄らない治水なんです。そのこともぜひお踏まえいただきたいと思います。3分では改めて、最上小国川ダム建設反対、反対、ダム強行やめろ、やめろ、子供たちに清流を残せ、残せ、子供たちにいい未来を手渡そう、手渡そう、最上小国川ダム建設反対、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 ダム強行やめろ、やめろ、ダム強行やめろ、やめろ、やめろ、やめろ。本当の地域の発展のために私たちは今日本当に万有を振るってこの声を上げさせていただいております。ぜひ今日ご参画の皆さん、ぜひ私たちの声を受け止めてください。そしてぜひとも見直しをしていただきたい。この本当に豊かな最上船形の地域づくりのためにも、この清流を生かした街づくりをしていただきたい。穴あきダムで環境破壊されてからでは遅いんです。どうか皆さんよろしくお願い申し上げます。あと1分、アナーキダムはインチキだ、インチキだ、アナーキダムはインチキだ、インチキだ。本当、環境に優しい実証はどこにもありません。アナーキダムもダムはダムです。環境破壊をやめろ、やめろ、
環境破壊をやめろ、アユの清流を壊すな、アユ踊る清流と共に生きてきた地域を壊すな、清流をと共に生きてきた地域を壊すな、アユ踊る清流を守ろう、このアユ踊る清流を守ればユネスコエコパークも夢ではありません。その地域を今ダムで台無しにしようとしている、それがこの小国川ダム建設事業です。ダム建設反対。